みなさんこんにちはおにぎりくんの日本語発音教室へようこそ私はサチです日本語の発音と口語の指導をしています今から一緒に漢用句の勉強をしましょう日本語の漢用句とは二つ以上の言葉が組み合わさって 元の意味とは違った意味になる言葉です観用句は特に人間の体に関係したものが多くあります今日は膝に関する観用句です一緒に発音しながら意味を確認していきましょう膝を打つ納得・感心したときや 何かひらめいたときなどに行う動作のこと。そのクイズの答えを聞いて、思わず膝を打った。膝を崩す。楽な座り方をすること。 ここでは、膝を崩して大丈夫ですよ。膝を正す。正しい姿勢で座ること。改まった態度を取ること。 社長がいらっしゃったら、皆さん膝を正してください。膝を交える。親しく語り合うこと。打ち解けて話すこと。 みんなで膝を交えて話し合いましょう。膝を乗り出す興味を感じて乗り気になること積極的に行動すること 彼は会社経営の話に膝を乗り出した。膝を突き合わせる。話し合いなどのために近く接して座ること。 問題解決のためには、まず膝を突き合わせて話すことが大事です。本日のお話はここまでです。もし、この動画が面白いと思った方は、ぜひ、いいねボタンを押して教えてくださいね。そして もっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。